うわー、ここは待たせて総理。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかパーティー感が漂っておりますが、はい、すごいですね。はい、あの、まあ、仕事絡みでちょっと個室を取りまして、はい、今年を振り返っていただこうかなと。はい、はい、今年最初があのどんこの刺身かなんかから始まりましたよね。はい、スタートが、はい、でどんこ刺身にしてもらって、田内さんが宮古の魚菜市場行ったり、釜石のサンフィッシュさん行ったり、まあ、いろいろ店舗訪問させていただきましたし、我々もこの前ね、あのサンパルク様の、はい、マルカの釣り具店様お邪魔させていただきましたけれども、で今日ちょっと寄ってきたんですよね。そうです、行ってきました。はい、本当にマルカノ様にもお世話になってありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今後ね、月1ぐらいでちょっとあのいろんな、例えばあのお店に貢献して、はい、そのお店のことも PR しつつっていうのをやっていきたいよね。私の来年のちょっと抱負いいですか。はい、どうぞ。前のチャンネルなんですけど、はい、実はサファリパーク、あ、はい、行きましたね。行きました、福島。はい、我々今回、福島のサファリパーク、東北サファリパークに行こうかなと。ちょっと行っちゃいますか。はい、はい、思いまして、それで今高速道に乗っているわけなんです。行きましょう、行きましょう。実はね、今非公開になってる、まあ動画ではでもないのか、サファリパーク自体には我々何回か行ってまして、はい、これあの車、この車に続けばいいんじゃないですか。あ、そうですね。うん、私ダム。起きてくれた。かわいい。いいな。ライオンキングがやっぱり今上映中ですから、ちょっとここはね、ライオンを撮りたいところ。死んだ。わわわわ、なんか前から歩いてきてた。これ下がれたらどうするんですか。え、いやいや、ゆっくりゆっくりで、停車しないでゆっくり。やばい、この距離はないわ。かっこいい。なかなか。うわー、かっこいい。ちょっと撫でてもらっても大丈夫です。かわいい。ちょっと撫でてください。撫でていいですか。人気者じゃん。気をつけてください。あ、痛ってないっす。いや、待ってるよ。無理だわ。ちょっとこの角度で渡してもらっていいですか。あとはその、実は水族館さん、水族館さんっていうか秋田の、例えばガオ水族館、はい、小鹿水族館のガオか、こういう作りとか、あ、なんかくぐってるみたいで、いろんな角度からこう見えるじゃないですか。そうね。
アマゾンコーナーに来ました。おーすげえでかっやっぱりブラックゴーストかっこいい名前。小さな電気ウナギって書いてあるんですよ。本当だ、発電するのか。え、これも発電するんですか。わかんないけど、なんか書いてますよ。でも結構な電気発生する多分これでも。あ、ウナギよりナマズやコイの方が圧倒的に近い。なんだなんだ、よくわからない魚だ。楽しいですね。楽しいですね。いやでも楽しいっすよ、本当に。やっぱ水族館テンション上がっちゃいますよね。そう、まあ、白くなったかもしれない。あ、ここから人間は勝てないですよ。かっこいい。でっけー。ちょっと持ってみたいね。すごいでっけ。あとは山形も行きましたね。山形行きました。あ、こっちから。なんかすごいわ、闇だわ。こっちもなんか真っ暗だしね。さばくと生きてるやつもいますからね。ちょっあと青森の浅虫水族館も行きましたね。はい。
まあ、ハロウィンに近いですね。おーい、エイ来たじゃん。エイ。もう一回ちょっと言ってもらっていいですか。エイ。とかって水族館さんにちゃんとあの撮影許可を取って、実は我々前のチャンネルでね、あの水族館の訪問とかもさせてもらってて、そういうのを来年僕はやりたい。はい、僕はもうあの釣りもやるけど、そういうのが好きなんだ。そう、あとはやっぱりちょっと今動画作ってて思うんだけど、やっぱり動画に音楽ついただけでだいぶこう世界観が全然違いますよね。うん、やっぱ音楽つくことが大事だなって思うんで、音楽もやっていきたいし、はい、はい、そんな感じですね。来年の抱負は旅みたいなのもちょっと要素を入れながら、はい、いいですね、はい、やっていきたいなと思っております。なんか来年の抱負は、来年の抱負はですね、やっぱりこのまつりちゃんということもあり、はい、未だちょっと40センチ台っていうのが出てないと思うんですよ。あー、そうですね、はい、あの今年釣った一番大きいの多分私のアイナメなんじゃないかと。はい、なのでちょっと40センチを目指したいかなっていう目標があります。あー、なるほどね。来年40センチを目指すと。はい、はい、じゃあそれ頑張っていただいて。いや、ちょっと待ってください。はい、今年の俺のその目標っていうのを覚えてますか？2021年のとか。あ、そうそうです、あの砂浜で撮った。ああ、ね、去年の年末に撮ったやつ。あ、そう。あ、まあ、今年の1月1日にかけて。はい、そうです、そうです。35センチですか？はい、を釣るってやつですね。そうです、未だ釣ってないんです。ですよね、はい、あなた35センチどころかっていう感じなので、なので、まあ、今年残り少ないんですけど、ちょっと35センチ釣ってこようかなと。え、今からですか？今からっていうか、今26日ですけど、はい、まだあと5日ぐらいあるじゃないですか。5日あるけど、はい、申し訳ないけど、あの君と僕の休みはもう多分1日ぐらいしか合わないよ。なのでちょっと1人で行かせてほしいです。あー、なるほどね、はい、いや、あー、どうなんだろうね。まあ、いや、いいけど、はい、今までの釣り実は2人で行ってたのって一応理由があって。そうですね、もし万が一さ、なんだろう、あの例えば漁港で海に落っこちましたとか、はい、そういうなんかトラブルがあった時にやっぱ2人だと何かしら対応しやすいかなっていうのがあったから2人だったじゃん。はい、1人、あー、まあなかなかだな。だからちょっと目標達成でちょっと最後までちょっと踏ん張りたいなという気持ちがありまして。ああ、だったらちょっと条件をつけさせていただきたい。あ、何でしょうか。まず、うーん、どうしよう、あの人がいる漁港でやってください。ああ、はい、あの誰かしらいる漁港、釣り人さんでもいいし漁師さんでもいいから。あ、分かりました。人がいる漁港でやってほしいな。あと、今暗くなるのが早いんで、はい、5時過ぎたらやらないでほしい。あ、もうそこで終了。あ、そうそう、暗くなってからじゃ危ないから。確かにそうですね。うん、はい、で今年35センチを釣ると。はい、おーおー、まあいいけど、行きたいと思います。もしできなかったら、あの前去年やったと思うんですけど、うん、初日の出撮ってます。山とかじゃなくて、あ、海のとこで。ああ、今年も釣れなかったら、初日の出を。おお、まあ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 、それは映像的にはありがたいですからね。はい、あ、じゃあ、え、ちなみにどこの地域に行こうとしているとかある？今、釜石かなっていう。ああ、視聴者の皆さん、あのもしかしたら1月1日の初日の出、もしかしたら釜石探したらどっかにいるかもしれない。あ、じゃあいい、いいですよ。本当に今年もいろいろいろんな動画出しましたけど、本当にね、視聴者様に見ていただいてありがたいなと、ありがとうございます、思いますので、その感謝も込めて
来年からもじゃあ月1でやろうかな本当に、あのプレゼント企画みたいな、あ、はい、まあできればだけどね、予定で月1でいろんなお店で、今回このお店で行ったら、あの本当に丸加納さんばっかりになったりしたりしてはい、あのじゃあ来年も頑張って、はいはい、今年もまだあなたは今から頑張るらしいですけど、一応とりあえず動画的には今年もお疲れ様でした。お疲れ様でした。では皆様良いお年を。良いお年を。田内さんちょっと後半失速しましたねいやそうなんですよ、ちょっとというかそうですね、あの聞くところによると、はい、今あの正社員をお探しになっている。いやそうなんですよ、あの、まあ、車一括で購入したって言ったじゃないですか、まあ、富豪ですからねもはやあのそうなんです、あのそれで、でもやっぱりこういう仕事の、まあ、YouTube のこういう仕事って正直あのローンが組めなくて、あ、はいはい、こういう YouTube の仕事をやりながら、あの正社員が正社員として、働ける場所っていうのがどこかないかなってことでちょっと今探してるんですけどもあきおさんとリーダーにも一応こうなんとかないですかねっていうのをこう今お願いしながら探している状態なんですけど、まあ、我々も YouTube の業務とはあまり関係ないけれども、ね、あのリサーチかけておきますけれども、はい、動画見てる方でまさかの動画で給食っていう新しいこの時代まあなんかいい仕事があるよみたいなね、はい、あのとりあえず YouTube も頑張って、はいはい、あのちゃんとお仕事をしてもらって、はいはい、意外とあの地味にちゃんとお仕事してるのは僕だけですからね実はあとは皆さんもう富豪ですから、富豪新車買ったんですもんね。買いました。はい、でその車がなんか半導体不足の影響で来年3月ぐらいになるかならないかみたいな、あっていうところなんですね、うん、まだ納車は行ってないんですけれども、そうですね、買わせていただきました。はい、なんで車中泊動画もまあそのあたりか、あとはやっぱり2年サボりましたんであなたは、はい、そこを追いついてもらって、はい、あのいろいろ来年も頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、では今年も残すところあとわずかになりましたが、はい、良いお年を。